んにちは、ケツです。シャルルピアノ初級サビ動画の7になります。小節で言うと7、8小節ですね。この右手を練習します。サビの1小節目から今日やる7、8小節目の右手まで一度弾いてみます。早速説明していきます。まず1番を2回、そして2番でソーソーラのシャープと弾きます。はい、次に3-2-3-2の順番でドラのシャープ、ドラのシャープです。はい、次に4番5番4番でレレのシャープ、レです。そして3番の中指でドを2回弾きます。はい、1回流して弾いてみますね。はい、このようになります。ここでのポイントはですね、8小節目のところ、ここのですね、レレのシャープ、ここがちょっと弾きづらいと思います。弾くときにですね、指をこのようには弾かないようにしてください。指をですね、このように、まあ基礎ですけども、曲げて弾くと弾きやすいのかなと思います。ではゆっくり3回練習してみましょう。ではいきます。はい、どうでしたかね。右手まずしっかり覚えてください。左手入ってくるとですね、どうしても難しくなるので、まずはもう右手ですね、もう目をつぶっても弾けるぐらいしっかり練習をしてみてください。ではここ弾けるようになったという人は次の動画に進んでください。サビ動画の8ですね。では最後にこのシャルルの A メロ1、前奏 A メロ2、B メロ、そして今日のこのサビのところまでですね、両手で弾いて終わります。弾けるという人は一緒に弾いてみてください。